扉開けた中で会うと思ったら扉の手前からいきなり出てきた。こいつが美女なんとかかな。なんかちょこちょこメモが落ちてて、昔のメモ。地球時代に7人の研究者かなんかが多分存続させようと思って頑張ってたんだけど、まあほぼ死んでて、最後に美女なんとかが最後に残ったみたいな話だけど、そいつがこいつじゃないかなと思ってんだけど。戦闘になるんかな。あの右の通路を双方向にしたいんだよな。あ、ご覧になった。追いかけられてるな。どの道かこれ。3体と戦う TP が残ってるかな。あと2つか。ちょっともうあの技の TP が増えたことによって回復 TP が追いつかんと。こいつは炎だったかな。できるだけケチっていく。ここは3でいっとこうか。2でいけるような気もするけど、防御硬いな。釣り防御が硬い。そろそろ次のやつ来るか。そのまま倒せたよ。追尾状態じゃなかったからか。あ、いつも帰ってる。これで、よしよし、双方向なったな。道覚えてるかな。多分周りにもう宝箱あったりするんだろうけど、うん、まあレベル上げも兼ねてちょっと残り TP を使い切って一旦帰ってからまた来ようか。それではまた裏でと。さあ戻ってきたよと。勝てるか分からんけど、最終じゃないと思って言ってるんだけど、どうなんだろう。なんか最終にしてはあっさりしすぎている。ここのカードキーやったんか。地
球でね。世界中の迷宮、ファンタジーファンタジーだとは思ってたけど、実はこんな話だったんだな。なるほど。なるほど。あれれ、すでにそんなことなってんの？それともそこに収まり直したん？ラスボス感ある。さてどうする。一旦負けだな。ラスボスなのかこいつが。まあそしたら一旦レベル上げしてくるよと。前回の負けからレベルが一つぐらいしか上がってないんだけど、ちょっと戦い方を思いついたというか、思いついたって言ったらちょっと大げさだな。もっと守りを固めていってみようかっていう、ただそれだけなんだけど。なんかラスボスだとしたらちょっとあっさりだから、このまあこいつは携帯を変えるのか、もう一個裏ボスっていうよりはこいつの所業のおかげでなんか出来上がってたりするんじゃないかと思ってるけど、話的にはラスボスでもおかしくないんかな。とにかく防御を固めると。ただしこれやりすぎると消しに来ると、こっちなぁ、どうなんだろうな。これって普通の防御も上がってるんかな。その辺がちょっとわからない。直後にやられたらちょっとまずいけど、攻撃方面はそれほど悪くなかったんだよな。だからあのサイクロン的なことで死ぬようにならん限りは大丈夫。ん？違う。これは常にやっとくか。一撃で死にたくないんだよな、とにかく。
使われた。ここでめげずに防御、防御、防御、攻撃はいいよ。あとはこの方法がハマったとしてどう？ああ残った。としてTP だな。 TP 回復とか入れてたらこの防御がダメになるから、今消されてないからどうしようかな。もう一人回復欲しいな。あれ？なんか間違えたことやった？なんか今までにない感じのことになったよな。後半けどあれ2連続とかやられてたな。これ入れられたからまたしつこく防御。で、連で削っていくと。ここだけど防御が2枚になるな。ああ、先やられた。ひどい。これはピンチ、いきなり。レベル足らんの、いけそうに思ってたんだけどな。ダンしたぞ。いそいそ。ん？合ってるか？ちゃうな。パラは防御。防御。順番で、使いすぎると。過ぎると消してくるからな。どうするか。アイテム使っとくか。知らんけどエリア入れとくか。無駄に終わったな。この順番どういう判定なんだ。さっきは先にやられたよな。防御
防御攻撃、怖いな。技術も入れたいけどな。ほら順番どうなっとんの。もう残った。これで防御2つ入った。先に撃たれたら終わりだけど、スピードも入れん方がええか。入れたれ。防御姿勢。まあ消しに来るだろうな。消しに来るだろうから見越して入れとくか。消しに来るとして医術を先入れる。あれ先入ってもた。消されるな。なん順番意味わからんな。ほらそれは使ってくるとは思ってた。順番の意味わからんな。ファーストステップ入れたろ。体力が連発されるとまずいよと。あ、あとちょっとになってる。知らん間に。安らぎとか入れたいけど入れすぎると消されるから。されるよりはいいな。こんなんおまけみたいなもんだ。しかし TP がまずいか。うん、多分次使ってきてもあれだろう。王者だろう。これで仕留めれるんちゃうか。ここでサイクロンだとちょっと痛い。勝てそうな。いた。さてこっから。あれ終わったよ。一旦区切ってのか。かまさかの終わり。
前やったんか。これシリーズ化してるのどうなってるんだ。別の世界樹っていう設定なんだろうか。なんかちょっと終わりの雰囲気か。ここで終わるってはっきり言われたな。とりあえずボス連戦とかはなさそうなことになってきた。そもそも忘れてたけど、もともと携帯ゲームだったっけこれ。いやいや、スキップしいひんよ。な、押すたんびにこれ出てきてしまう。押されんってことか。このおっさん、いつ見ても体のバランスが悪いな。こいつ動作はやっぱ別のもんだったんだな。誰？彼らって森人のこと？それとも我々のこと？どうも本当に終わりだな。まあなんだろう、やっぱりちょっとシステムが面白いゲームというか、ちゃんとしたストーリーあったはあったけど、メインがやっぱりストーリーじゃないというか、マップを作り持って踏破していくのが面白いゲームであって、おまけとまでは言わんけどストーリーがそれほどだなっていう感じだった。まあけど人気シリーズの第一作だけあって、多分当時はシステムが画期的で人気になったんだろうね。まあ、個人的な好き嫌いで言うと、もうちょっとストーリーを楽しみたいかなという感じがしたし、まあ、個人の力量ももちろんあるけど、ちょっと実況向きではないかなっていう感想かな。そしたらこれでスキップ出るかな。あ、出た出た。一応しようか。ギルド名最後に見てもひどいな。はいはい。え？それだけ？そうか。それではこれで世界中の迷宮 HD リマスター終了。